今空港にいるんですけど、これから3泊4日の沖縄旅行に行ってくるんですね。で、今回ライブ目的で行くんですけど、なんか自分大学生からなんかそのライブ目的でついでにこうちょっと旅行するみたいなのがすごい好きでずっとやってるんですけど、今回は母も参戦って感じでお母さんと一緒に沖縄に推し活をしに行きました。でなんですけど、沖縄がその行った3泊4日の日がずっと雨で、もう観光は雨すぎて諦めて、もうご飯に全振りしてる私たちをよかったらご覧ください。結構ポンコツ旅で、大阪から沖縄までなんか何十キロかなんか走ったので、ちょっとお腹空いたなっていうことで空港で有名なおにぎり食べましたね。前帰りに買おうと思って並ぼうとしたらもう結構並んで、フライトの時間来ては無理やーってなって、もうそのまま諦めていったので無事食べれてよかったです。もう結構並ぶからほんまにな、多分着いた時に買った方がいいかもって思います、フライトの時間に余裕がない時は。でそのままホテルに荷物置きに向かったんですけど、なんか気づいたら2時間ぐらい爆睡しててんな。あはてーって、だから来週の日曜日から梅雨明けじゃないけども晴れになってたのよ。昨日は3泊4日の旅行全部雨です。で沖縄に着いてですね、ホテルで約2時間ほど爆睡しましたよっ。寝てる時に思った、沖縄来て親子揃って寝てる私らってなんなんやろ。でも絶対旅行ってそういう割合の人たちも絶対おる、何割かおるって、そういう人たちも。夜ご飯はちょっと近くの海鮮居酒屋さんが通った時に美味しかったから行ってこようと思います。もう化粧めんどくさくなっちゃったっていう、朝起きて、しかもなんか寝てなんかこういう赤いのできてるし。いただきます。バイバイ。めっちゃ海鮮系居酒屋って感じのここです。海鮮居酒屋でこういうの見たことないっていう、いろんな種類のあるな。青森もいっぱいある。ありがとうございます。海ぶどうです。見たことない貝っていうかな、海鮮のお刺身とかがいっぱい。これがもう白く光りすぎて見えへん、ジーマーミートですね。すごいな、ジーマーってなってんな。うん、屋上がいっぱいになった。海鮮居酒屋って感じ。こっちはやなーって。美味しそう。美味しい。お願いします。めっちゃ来てんけど。そのモスク店ですね。島らっきょう。お母さんと趣味嗜好全部違うねんな。海鮮めっちゃ好きやもんな。ホタテとか好き。卵、かけご飯しかも食べられへんもんな。ずるずる。お母さんの食べられへんもん、じゃあんま出てこなさそうやんな、そう考えたら。作ろうと思わへんもんな。うん。でも、そのアティシとかの方からサービスでですね。なんて贅沢な。珍しい回。新鮮。生ビールをいっぱい飲むことで生ジューと言われている母が横にいるので安心して飲めるっていうので。ゴーヤチャンプル。唐揚げお願いします。ママがゴーヤチャンプル作ってくれたら懐かしい。今も作るの。うん。キムチで食べてるんだけど。うん。お酒よりご飯メインでずっと。私もなんかあなたの勢いに乗せられて、今日休まらんままず食べてるみたいな。ありがとうございます。ありがとう。うん、パイナップルや。パイナップルや。締めにデザートが来ました。50%。なんでなの。ごちそうさまでした。顔パンパンやねんけど。誰？誰ってぐらいの。2日目の朝です。朝ごはんは昨日空港で買った大田和のお店、今日その推し活のライブに行ってくる、本来の今回の沖縄の目的のライブに行ってくるんですけど、めっちゃ雨やねんな。来週から梅雨明けだし、
今週まで梅雨みたいで、すごいタイミングで沖縄来たってんな。マジ、あさってなんてこんな顔むくむんやろな。夜が一番顔むくんでなくて綺麗じゃない。朝もほんまにこのむくみよ、すごいよね。暑いな。昨日いっぱい食べすぎて、まだ胃の中なんかぐちゃぐちゃしてて。マジさ、ご飯食べすぎたらさ、美味しいけどさ、胃の中ぐちゃってなるよな。今はですね、あの神社にお参り行って海に来ました。その神社の横に海あってんの、だからちょっとやろうか言って。おかんと旅行って感じやんな。沖縄にお母さんと2回しか行ったことないから、海には入ったことがないっていう。冷たい？うん、もうちょっとしたら冷えてくるかな。これはアイスぜんざいっていう視聴者さんが教えてくれたお店ですね。下にぜんざいが詰まってるので。アイスぜんざいって珍しいな。そういう名前のご飯があるの？あるよ、アイス。へぇ、めっちゃ美味しい。タイを思い出した。タイも暑すぎてさ、うん、もうちょっと動いたらすぐお店入ってスムージー飲んだからさ、1日 3,4 分スムージー飲んだもん。マジ暑すぎて化粧する気なくなる。化粧と手が楽しくても、うん、あの日汗かいたらこれはこれで水で内臓が現れたことする。昨日島らっきょうさ、30分ぐらい食べたから、島らっきょう。島らっきょうばっかり食ったような気がする。美味しかったね。だから臭いの、ね、ラッキョって口臭くなる。うん、今めっちゃ臭いです。臭いです。早いな、一緒ぐらいや。お前ら、この低気圧に弱いんかな。前菜食べて、雨降ってきたから一回ホテル戻ろっかって言って、そっから二人でまたベッドにダイブして爆睡して自己嫌悪にで、今自己嫌悪なう。参拝しただけマシ？マシよ。一箇所ぐらいは。まだ今からやることあるから参拝してて、だって今からだって夜夕方国際通り行ってでライブ行って、しかも豚しゃぶを食べるっていう、いろいろやること詰まってる。でも一つやるために寝てるんで。天気良かったらマイラも動いてるよ。どうよ、今は和かどうか自分でできる自信がない。もうすぐあるの見てから秋の尻石鹸って、そうしよう。なんか前はホテルが沖縄旅行に行こうっていうのがメインやったから、海勝テラスかなんかの近くのあれやんな、島の方に泊まってな、温泉が部屋に続いてる、めっちゃ綺麗なとこやってんけど、もう今回は普通のホテルやんな。このライブに行きたいっていうので、この国際通りからのアクセスがいいところに予約して、で今のホテルもベッドいいで寝るの。確かに寝心地いいよな。こんなとこに卵かけご飯の誘惑が。買うか。でもな、マジこれ珍しいと思うんやけど、プレゼントで一番多分多いのが醤油やねんな。卵かけご飯の醤油、専用醤油。みんなよう。そう、めっちゃ考えてプレゼントしてくれてるんやろなっていう。そのおかげで醤油がもう困らないほど専用醤油がいっぱい家にあるんでございます。珍しいよな、絶対。ありがたいよな、うん、プレゼントでもらうもので一番多いの醤油って。ありがたいで。なあ、めっちゃ来たかったアロマ屋さん。アロマ屋さんがずっとあって、自分前違うとこで行ってんけどな、新垣河原工場の新垣かな、プルメリアっていうやつのな、匂いがめっちゃいい匂いすぎてずっと欲しかったんな。嬉しい。ライブ終わり、夜ご飯です。海ぶどう好きすぎて、エブリで海ぶどう食べてる。好きや。楽しかったね。な、楽しかった。楽しい。ライブ終わりに飲むお酒って、なんでこんな美味しいんやんか。美味しい。美味しい。今日のご飯、アブーブタのシャブシャブでーす。シャブ。キャベツ。キャベツと、これで、シャブシャブするな。うん。これ、アブーブタのシャブシャブって知らんかったんやけど、視聴者さんに、沖縄来る前に、インスタで、どこおすすめですかって教えてもらった時に教えてもらいました。ありがとうございます。
知ってた？アグーブさんのしゃぶしゃぶって有名なの。いただきます。めっちゃヘルシーやんなこれ、うん、アグーブさんのしゃぶしゃぶって。めっちゃ美味しい。紫外線な。うん。昨日の断面すごかったね。2日目の夜なんですけど、毎回ホテルの横にハイマがあるからハイマ行って帰ってんねんけど、沖縄のこういう限定のチンスコーアイスとかあんねんて。で、昨日食べたかったから今日買ってきた。自分とお母さん全然性格が違うんですけれども、お母さんはどんな時でも絶対にお風呂入って寝るっていう。私はね、3日目の1食目、海来ました。今日は遠出しようっていう日ですね。漏れてる。ご飯分食べていい？食べて。うん、ソースが結構辛いのか。すごい大きいなこれ。一人でこれ全部食べる、まあ食べるんですけど、私は食べるんですけど、半分でシェアするぐらいちょうどいいな、うんうん、半分でいいわ、うん、こんなにビーチか知らんけど人おらん人もなんかええ感じやな、うん、まばらでちょうどいい。マリンスポーツやってるし、うん、なんかタコライスってちょっとミンチちょこっとでご飯がめっちゃ多いイメージだけど、これミンチめっちゃ多い。あと野菜も多い、うん、野菜多い、いっぱいいろんなものマシマシで美味しい。わ、雨降ってきた。次タコス来てるで、やつらが来てる。美味しそうこのタコスも。いただきます。うん、うんうん、これも野菜盛りだくさんやな、うん、やばい、めっちゃ雨降ってきた。降ってきた。避難しようか。避難しようか、うん、やばい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 。タコス好きかも。タコス美味しいね。うん、どっちが好き？どっちも美味しいけどね。うん、お腹空いてる時やったらライスなんやろ。うん、チアするんやったらタコスかな。うん、ごちそうさまでした。早っ、食べるの早いんす。アメビラ、アメリカンビレッジに行ってきました。海ぶどうを確保しました。大阪に帰っても食べるよう。あとなんかお土産とか買った。で、パースのプリン、パースで売ってたプリン、これ7月1日まで持つんだね。へえー、瓶に入れてるから長いのかな。どうやって賞味期限で決めるんかな。一回腐らせてみて、もうどれぐらいで腐るかとか。毎日見てるのかな。はい、決めるのかな。自分がもしこういうのを開発者やったら、心配性やから、もうその日、その日に食べてくださいっていう。その日のやつもあるのにね。ちょ、ほんまヤギ汁食べたかってんな。沖縄に2年前に来た時に、もう今まで生きてきた中で、もう歴史上一番もう味がびっくりして記憶に残ったのが沖縄で食べたヤギ汁なんですけど、でも2年経ったからもう味忘れちゃったなと思って、あ、もう一回記憶に残らせた方がいいなとかって思いまして、ちょっとヤギ汁をもう一回食べようと思ったんですけど、月曜日が休みのお店多いねんな。そう、今日月曜日やねんけどな。じゃあ夜ご飯食べます。このソフェンって書いてるここも教えてもらったところです。沖縄そばが有名ということで来てみました。うっそ、私のもいいよ。うん、沖縄そば、うどんみたいな、うん、味やな。美味しい、うん、有名人のサインが店内にいっぱいあって、なんかそういう有名なとこなんやなって感じがします私多分今回ザ初めて来る人の踊るぞっていうところ待ってるような気がする。まあ、前回何食べたんやろな、記憶ない。ジーマーミー豆腐とかも知らんかったもんな。母は、
昨日ライブでぴょんぴょん飛び跳ねて今日は膝を悪くしたみたいですだからな、あのちょっと鍾乳洞行ってみようかとかってなってんけど、まあ、なんか雨で滑るしまた今度みたいな。なんかいいな。どっちかっていうとさ、あんまりライブとかでさ、ちょっとやっぱなんか人見気にしてキャーとかってジャンプとかそんなに思いっきしガチでジャンプとかしちゃうのよ。でかいしな、飛びすぎてもあれかなとか思ったりして、いろいろ INFP が混ざってそんな飛ばれへんねんけど、でもお母さんの横でめっちゃピュン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 飛んでて、なんかそれ見たらあ、ジャンプしていいんやと思ってジャンプ自分もしたっていうぐらいめっちゃピュンピュン飛んだ。周りもすごかったんじゃん。前もそうだったな。マジ毎月1回なんかのライブとかに行ってないとやってられへんみたいな最近になってきた。今日な、一日中ずっとシーサーを見回ってて、シーサーを持って帰りたいってずっと言ってね。シーサー可愛いって思いになってきた。買いたいけどな。ぬいぐるみとかマジさ、年々さ、年々可愛く見えてくるよな。国際通りに来てんねんけど、シーサー館っていう結構いろんなシーサー置いてるところがあるんですけど、国際通り結構いろいろあんねんけどさ、そこでシーサーを、結構大きめのシーサー2つ買えてめっちゃ満足ちなみにあのこんな感じの、ね、おかえりなさいシーサーってやつ買わんねん。めっちゃ可愛いな、これ。こんなに雨の中やから、タクシー乗るって、あの往復40分ホテルまで帰るとこまで歩いていくか、だからタクシー乗るってお母さんに言ったら、いや歩こうみたいな、雨の日に散歩するのも楽しいからって言って、お母さん絶賛前をすくすくと歩いてます。まあ全然この歩くの余裕な、すごいな。ちょっとでも前も全然いける。バーみたい。ゴーヤチャンプル、今日は割とヘルシー。ゴーヤチャンプルめっちゃ美味しい。え、ワイズチャンプル梅干しの、マミに沖縄のもう飲まれるから諦めて作らんのやめたけど、あ、よかったな。梅酒をお母さんが、そう、つけてくれたんですけど、その、つけとかなあかん一定の期間まで、話が我慢できずに、蓋を開けて飲んでしまうという、それがバレてめっちゃ怒られるっていう。でも、梅酒だってやめてる。結婚した時に持たそうと思って、つけてたら、ブランデーも飲まれてたやん。ブランデーやから長持ちさせれると思って。でも確かにな、あの前スーパーで梅のそのつけるよっていうあれを見るたびに申し訳なさを感じる。今梅のせいでつけてるんでやってみたら。なあ、やってみたいなと思うね。だからそれをして途中で誰かに飲まれるっていう苦労を前味わった方がいい。そう言ってやってで、ママが家に来てすぐ飲み干して帰るみたいな、黙って、うん、で、それやるわ。あんたがやったんこれやれ。いろいろ今日一日で買ってきたものを紹介したいと思います。イエイ。お土産に人にお渡ししようかなっていうものをまずご紹介したいと思います。まずこれルルンのパックですね。ルルンってほんまになんかどこ行ってもご当地行っても買うけど、だから今回はなんかこういうプチのプチギフトのルルンが売ってたから買ってみました。続いてこれミンティアの缶湯のオリオンビールのなんか缶かわいいなと思って、続いてこれあのシークワーサーのパックもかわいいなと思って買いました。多分なプレゼントで自分もいただいたことあるんですけど、それかわいいなと思ったんで。そう、海ぶどうが好きやねんな。プチプチする感じがマジで好きやねんな。で、その行ったところ一箇所一箇所って買っていって、まず二箇所で、なんかもう一個道の駅で買ったやつやねんけど、もう揚げられてるというか真空パックとかに入ってなくて、割とすぐ食べなあかんけど、これ1週間後の6月18日そう1週間以上持つから、あ、いいやんと思ってお得用の方も買いましたね。で、多分こっちの方が安かったよな。これお母さんが島唐辛子の泡盛入り島唐辛子っていうの買ってんけど、これお店であってちょっとそのいただいたら泡盛とピリ辛感があって、もうこのまんまやねんけど、なんか変わった感じで美味しかった。なんかスープとかにすごい合いそうやなっていう味で、ここはさっき食べたじゃがりこです。
以上こんな感じです。で審査は家に配達してもらうことになりました。ドライヤーめんどくさい。ドライヤーめんどくさい。しなさい。買ってる間にしなさい。頑張れ。こんな旅行の過ごし方あんのかなっていう。別々でスマホずっといじいじしながら何も喋らずに喋ってるよ。姿勢も高じなくても声だらだらだら入れてる。A&W のバーガーを食べてみたかったので来ました。ルートビア、いただきます。これ、なんかすっごい味、先止めシロップみたいいける、うん、オレンジジュースなのよ。これ何？なんかセイロガンの味するな、うん、マッシュポテトとカリーフライ。このポテトフライ美味しくない？美味しい。イキヤに行っても絶対頼んじゃうマッシュポテト。母はモッツァバーガー、私はこの A&W バーガーっていう、もうちょっとモッツァレラよりいっぱい入ったやつ。今回は今回でなんかいろいろご飯屋さん巡れたな。頼むのがいい悪いな。うん、でもバーガーってこうやってひっくり返して食べた方が食べやすいね。うん、ごちそうさまでした。美味しかったな。美味しかった、ごちそうさまでした。ということで、土砂降りくっちゃねくっちゃね沖縄旅行旅が終わりました。次は晴れの時に行けるように、雨女から晴れ女になるように頑張っていきたいと思います。今日持ってきたリュックがアークテリクスのリュック持ってきたんですけど、18歳ぐらいの時に初めて自分でアルバイトしてお給料で買ったバッグやねんな。初任給で一番初めのもうバイト初任給の時に買ったリュック作やんけど、もう8年ぐらい使ってるけどまだまだなんか全然使えそうっていうぐらい物持ちがめっちゃいい。このアークテリクスのリュック18000円ぐらいしてんけどめっちゃいいねんな。これありがとうございました。楽しかったです。お世話になりました。まめで楽しかったですね。食べ過ぎた。食べ過ぎましたね。引き続きおたかつを楽しんでいきましょう。じゃあありがとうございました。バイバイ。バイバイ。バイバイ。